速シリーズチャンピオンとなっていただいて、シリーズチャンピオン。さあ続いてのカーマニアさんは、うん、マルレンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、可愛い格好してますね。俺ね、天使。そうなんです。34GTR ってひとに翼をっていうありましたよね。レッドブルーの人じゃないよね。そうなの、持ってきてないです。持ってきても分かったかな。ね、いやいや、どうもなんかね、なんかいいじゃないですか。いやいや、この格好ね、したかったんですよね。テリーさんが、して欲しかったじゃない。いや、したかったんですよ、僕もね。うわ、いや、これはあなたの実際ですか。そうです、はい。34に乗ってる。乗ってます。ですか。なんか俺、はい、コスプレのね、うん、あと、これがあまりにも本物なんで。本物確かに。いや、ね、なんかあれじゃないですか、これなんかピンクにするとかさ、はいはいはい、そんなじゃないですよね。これちょっと改めてこの車紹介してください。はい、一応なんていうんですかね、カタログ通りの34に一目惚れしたんで、うん、もうできるだけその見た目をノーマルを維持しつつ、うん、エンジンだけチューニングしてるって感じ。あ、そう。エンジン何やってんの？ですね、一応500馬力ぐらいなんですけど、SS タービンに変えて、それでコンロットで重量合わせとかできるだけ純正部品使いつつチューニングしてます。500馬力、はい、すごいな。その格好で乗っちゃうの？いや、普段は一応レース出たりするときは一応レーシングスーツちゃんと着てますよ。マルルンさんはレーサーなの？はい、そうなんです、実は。そうなんですか。すごいな。何のレースやってんの？ドラッグレースって言って、アメリカではやっぱりちょっとメジャーなんですけど、04って言って400m をいかに速く、ドラッグやってんだ。はい、そうです。去年、一昨年とあの2年連続シリーズチャンピオンを取らせていただいて。シリーズチャンピオン。頑張りました。強い。ノーマルチックが好きなの？そうなんです。やっぱノーマルやと遅いやろなって思われるんですけど、そこをちょっと実は早いよっていう。なるほどね。やらしい仕様ね。ドラッグレースってどこでやってんの？はい、一応関東ですと茂木とかなんですけど、うんうん、一応うちらは関西地区なんで、セントラルサーキットでシリーズ4000、うん、5000やってます。例えばそれって、はい、この車で例えば東京で茂木でやるときって、はい、これで乗ってくるの？いや、慣らしが終わってないかったりするときは、一応自走で来ちゃうんですけど、もう途中でトラブルあったら嫌なんで、うん、できるだけ赤車とかに乗っては来ちゃうんですけど。逆走して、はい、もう何も変えずに。程度いいね。そうですか。いや、もう本当にできるだけ、雨に当てず、光に当てず、こそっと隠してます。マルロはお仕事何してんの？お仕事ですか、うん、もう何でもやってますよ。結構農家、メインは農家なんですけど、お米作りながら。あ、そうなの？そう、だってトラクターに紛れて、置いてあります。あ、そう。はい、楽しい。豪華な農家の方なの？いやー、でもトラクターの方が高いんですよ、実は。自転車に。あ、そう。これいくらするんですか？これはでも私が買ったのが7年前なんで、まだ500万ぐらいで買えたんですけど、うん、今はもう1000万超えてきましたね。あ、全然超える今ですよね。34今めっちゃ高い。いやで、このくらい程度いいと、うん、1000万どころじゃない。全然1500万。うわ、全然いく。なるほど。全然いく。なんで、うん、ね、トラクターの農家の、はいはい、お嬢さんですか？いや、まあ、一応、まあ、娘も。そうだね。まあ、結婚は結婚は、あ、結婚しました、車と。ああ、でも車検証は実質婚姻届でしょと思って。なるほど。じゃあ、まあ、全然独身でね。なんでそのこそ、まあ、農家のね、トラクター乗ってる、はいはい、まあ、娘さんが、あるのが、はい、こっち行ったの？実は父が昔から日産車ばっかり乗ってて、うん、幼い頃は Z の31とか乗ってて、うん、で実はもう物心ついた頃からディズニーの DVD とかじゃなくて、うん、F1 の操縦編ばっかり見せられてたんですよ、うん、はあ。で、これは誰が買ってくれたの？いや、自分で買いました。素晴らしいです、ね、買えた。はい、ちょうどまだ片手で買える頃やったんで、うん、ちょっと無理して。7年前でも500万はでかいですよ。そうですね、大きいですよ、女の子ね。ゼロ音って、はい、これで何秒ぐらいで走るんですか？一応オープン12クラスって言って、うんうん、12秒以上出ちゃったらダメなんですよ、うん、で12秒ぴったりが優勝みたいな。あ、そういうことか。そうなんです。なんで難しいんです。すごい決まってるんだ。そうなんですよ。一応無差別級みたいなのもあるんですけど、うん、この一応ストリートクラスになると、うん、まあ、11秒で区切ったり12秒13秒で区切ったりして、うんうん、ってことは、うん、12秒どういうふうに自分の中でやっていくんですか？ですね、まずやっぱり一番大事なのは車作りなんですけど、うん、12秒ベタ踏みで12秒ジャストにするように作ってもらったりなんですけど、うん、ただこのシフトがちょっと遅かったりとか、うん、入らんかったりとか、あとスタートの時にちょっと回転数落ちちゃったりストールすると、
もうダメなんですよね。いやだけど、うん、親父の影響で洗脳された車好きは分かりますよ、うん、走るそこで。そうですね。でこれの車ね、ね、いつから走り出したの？ちょうどドラッグレースは出始めて4年なんですけど、あの一応免許取った頃は一三のシルビアでドリフトをしてた。土屋さんに憧れて。そう、ドリフトしてた。じゃあ後で土屋さんに胸にサインしてもらってください。いいですか、ぜひお願いします。乗り方のコツとかも、ね、教えていただいたらいい。でもね、その時にドラッグレースやる時って、はい、アメ車を買う気はなかったの、うん、いやもうそもそもあの一目惚れした車がこの VTR やったんで、うん、もうそれ以外は本当に、はあ、一目惚れだ、うん、あの心移りすることもないんですか？実際乗ってみたら次はあっちに乗ってみたいなとか。それがないんですよ。なんか逆にやったら教えてほしいぐらいね。はあ、はあ、なるほどね、車好きだ、うん、車好きだ、車愛がすごい。ご自宅どちら？三重県です。今日はどうしたの？今日はあのちょうどですね、エンジン組み上がってまだ慣らしが終わってなかったので、うん、ちょうど慣らししながら、うん、自分で運転してきたの？これあ、もちろん、はい、三重から？はい、三重からやってきました、はるばる。で、東名通って？そうですね、うん、で、一応ちょっと行きは長野から長野経由でちょっとぐるーっと回ってきたので。あ、そう。何時間ぐらいかったの？まあ普通に行けば6時間半か。そんなことついちゃうんだ。で、今日はこの後どうすんの？今日この後また三重にブーンと。すごい。え、帰るでしょ、はい、いやでもね、今ね、6時、今夜の6時ですよ、うん、で6時から今から帰ったら1時、2時になるよね、うんうん、ですね。なるよね。玄関閉められてるかもしれないですね。ね。あ、そうだね。なんかどうですか、石坂さん。いや、すごいですよ。だから夢中にさせ続ける、うん、やっぱ魅力があるってことだから、うん、目移りもせず、うん、愛し続けるってことですもんね。で、なんでこの格好してんの、うん、いや、今日はあの本当にこの GTR に合わせて、うん、清掃ですよ。はい、清掃。清掃なんだ。清掃なんだ。ね、これはわかるけど、これはまた違う意味だよね。うん、慣れ切っちゃいました。慣れ切った。はい、そうです。でこれで運転したことはないの？これでちょっと職質怖いね。やめます。怖いよね。いいね、車愛が。ね、嬉しいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。フルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。